酸素変圧器の計算問題です。変圧器が1台故障して2台になると、1つで 20mVA なので2台で 40mVA となります。総負荷が 55mW の時、具足分を他の変電所に切り替えるとすると、他の変電所に故障発生前の負荷の何パーセントを切り替える必要があるかという問題です。40mVA は 120% で過負荷運転を行うので 48mVA となります。力率は 95% なので 45.6MW となります。不足分は 9.4MW となり、パーセンテージで言うと 17.1% で4番が正解となります。